私は実家暮らしのニートです働かなくてもいいと思っていますなぜなら、私は人に対する思いやりが薄く自分の欲さえ満たせばいいと思ってるからですこんなクソみたいな価値観を変えたければ人のために行動する意欲が湧くと思いますどうすれば自分の欲より他人を優先できる人間になれるのでしょうか私は人に対する思いやりが薄いから働かないっていう風に思ってるんだけど逆なんじゃないのかなその働かないというかね働けない働きたいと思ったんだけど 働いてみたらダメだったっていう現実先にありきでで働かない働けないっていうのがあるからこそなんか価値観なり理論武装なりで自分を守ろうとするために人に対する思いやりが薄かとか自分の欲さえ満たせればそれでもいいっていう理論武装してるだけと思うんだけど働けないっていうのはね実は仕方がないことだと思うんですよ周りの期待値が高いとか自分に対する期待値が高すぎてできない自分が許せないとかいろんな状況あるんだけどもただ自分に必 あ人たあって納得できる仕事が見つかってないだけかもわかんないので仕方ないと思うんです人分が働かないという状況を正当化するために自分を傷つけるような言い訳を自己洗脳のようにするのはとっくではないだからこのクソみたいな価値観をという風に言って自分を貶めて何とかしようとするんですけど人のために行動する意欲が湧きたいっていうのもかっこよすぎると思うんだけども要するに大義名分にすがりつきすぎ普通に生きるっていうコスパがよく ストレスが少ない方がいいと思うんです。